ウェストキャロル軍はアメリカ合衆国ルージアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は11,604人であり、2000年の12,314人から5.8%減少した。軍庁所在地はオークグローブであり、同軍で人口最大の町でもある。ポバディポイントウェストキャロル軍となった地域には、 アメリカ合衆国が誕生する数千年前から様々なインディアン部族が住んでいた。軍南端にはポバティポイントがあり、古代の半円状どもりに放射状の道があり、さらに台形のマウンドがある1マイル弱四方の遺跡である。北、アメリカでは最大級のインディアン遺跡である。考古学者たちは紀元前1500年頃に始まる古希後期に建設され、 ミシシッピ川下流を地盤にしたポバティポイント文化の中心となった交易拠点だとしている。2000年以上前のニューヨーク市とも呼ばれてきた人口物によって交易範囲は現在のジョージア州やウィスコンシン州なども大古州にまで及んだことが示されている。後にこの地域に入った部族は直東族や地下層族などだった。この地域は16世紀から18世紀の多くの フランス人やスペイン人が探検したが、高級的な開拓地は作られなかった。それは、メキシコ湾や主要市場に直接アクセスできる川のある地域が望まれたからだった。1803年に、アメリカ合衆国がルジアナを買収した後、ルイジアナの北東部すべては、ワシタ軍と考えられた。1807年、メソジストの牧師モーゼス・フロイドが、バイユー・メーコンの西岸に入植した。 あとに、フロイドと呼ばれた公益拠点が発展し、この村は成長を始めた。ポバティポイントからは1マイル足らずの位置にあった。ワシタ軍のヨーロッパ系アメリカ人人口が増え続けると、この地域はより小さな軍に分割された。1832年、衆議会によってワシタ軍からキャロル軍が分離した。軍庁所在地はミシシッピ川岸のレイクプロビデンスに置かれた。 19世紀前半を通じて、キャロル軍西部のヨーロッパ系アメリカ人人口が増え続けた。その経済は主に綿花の栽培と製材料に寄っていた。1855年には人口が増加して、バイユーメーコンの西のフロイドに、軍庁所在地を住民投票で動かせるほどになった。バイユーメーコンを蒸気船が運行できたので、地域は繁栄する公易拠点になった。 1856年、新しい軍庁舎の建設が始まり、1857年遅くには完成した。軍庁所在地を動かしたことで、多くの専門職や公益業者がフロイドに集まるようになり、町は急速に成長した。ホテル、郵便局、雑貨店、酒場のある典型的なフロンティアの町になった。1861年1月、ルイジアナ州議会が、 合衆国からの脱退を決め、自身自由かつ主権を持った国であると宣言した。二課、月足らず後には、アメリカ連合国に加盟した。歴史家、フロレンス・マッコイの著作、川の間でによれば、これは、ウェスト・キャロル軍を作ることになる分離だったとされている。アメリカ連合国の旗が、フロイドの軍庁舎に翻った時、ほぼ全員に祝われたが、川向こうの地区ではそうでもなかった。 東側の農園主はその両親に信念がないか、その資産を救おうという考えで、アメリカ合衆国に対する忠誠の誓いに署名し、南部のためにその命まで進んで捧げようという隣人との間には亀裂を生じた。彼らは宣誓書に署名した隣人に対し大変な憤りを感じていた。この地域では南北戦争に関わる戦闘はほとんどなかった。これは、 ミズーリ州で主に活動したクアントリル・ニャングのようなボートの行動に帰する歴史家もいる。また、地域の孤立した地形とフロイドを取り囲む広大な湿地も重要な要素だった。フランク・ジェームズは1863年から1864年の冬にテキサスへの行き帰りでクアントリルと共にここを通過したと言われている。1870年代初期。 フランクとその弟、ジェシー・ジェームズは、ミズーリ州からテキサス州にかけての銀行を襲い、この地域で時を過ごしたとされている。レコンストラクション時代、地元指導者は、連邦政府が指名した、州政府によって任命された役人に反対した。解放奴隷の権利に関する規定に反対した者も、いた。1870年代、白人同盟の支部が、ルイジアナ州中で結成され、 武装集団が共和党員を脅し、解放奴隷による投票を阻止し、白人民主党が衆議会で権力を取り戻すことを支援した。1877年3月、連邦軍が州内から引き上げた。白人民主党が衆議会を制したすぐ後に、ウェストキャロル軍の創設を承認した。当初の人口は白人黒人合わせて800人、200家族だった。 面下と材木がこの新軍の生命線だったが19世紀後期から20世紀初期にかけて農業に依存するこの地域は経済的な困難さに直面した軍内には10代のコットン人3カ所の製材所があり蒸気船は万有名根を航行し続け交通の中心であったビーフ側と名根側の蒸気船運航は 南部中に建設された鉄道との競合で衰退した。鉄道とともに南北に走る道路沿いの町が発展を始めた。パイオニア、フォレスト、オークグローブ、キルボーンの町だった。軍庁所在地に近く大きな製材所のあったパイオニアが急速に成長した。1909年1月、オークグローブの町が法人化された。レオポルドリップなど、 軍内の著名市民の多くが南北道路と東西道路の交差するその場所に注目した。近い将来に軍の経済中心になると予測した。1915年、軍庁所在地をフロイドから鉄道沿いの町に移す案件について住民投票が行われた。オークグローブとパイオニアの2つの町が競った。軍南端にあって人口も最大であるパイオニアの市民は 軍庁所在地になるものと思っていた。しかし、軍北部の人々がオークグローブを調査で選ばせることになった。軍庁所在地が移転すると、パイオニアは、衰退を始めた。1916年、新しい軍庁舎の建設が始まったが、それが完成する前のこの年遅くに氷と竜巻が、町を破壊した。古い劇場、新庁舎の大半など多くの建物が破壊された。 1917年1月、新庁舎が公開され、オークグローブに新しい時代が始まった。メインストリートには、雑貨店、薬店、近代的劇場、カフェ、2軒の銀行など様々な企業が並んだ。軍の経済は、木材と面下の支配が続いた。20世紀初期、ドナルド・ビー・フィスクが最新式のコットン陣を設置し、製材賞も増強した。 軍内では最大級の雇用種となった。第二次世界大戦後、町と軍は新しい産業と事業で繁栄を続けた。1950年、南部でも最も近代的な映画館がフィスクでオープンし、今日まで営業を続けている。この地域では農夫たちが綿花ではなくサツマイモを栽培し始め、繊維産業が出ていった。缶詰工場が 鉄道沿いに作られ、20世紀末近くまで創業を続けた。1960年代と1970年代、町は成長を続け、近代的な病院、老人ホーム、ウェルズラモン衣類工場が建設された。1969年、起業家、シェルトン・ラフィンが個人用のプレファブ柱を使った納屋を建設した。その建設スタイルはすぐに地域で人気を呼び、 ラフィンビルディングシステムの結成を促した。現在は南部での最大級の金属建材メーカーであり、国際的手には造船業になっている。198年代に入って大規模百貨店ができるとメインストリートの事業は衰退を始めた。この歴史地区はその建物の50%以上が利用されて活性化され続けている。十一世紀に入り、娯楽と小売業が ウェストキャロル軍経済の重要な部分になってきた。2004年、トマス・ジェイソンコミュニティセンターが戦績の公開堂と共にオープンした。毎年多くのライブイベントが行われている。フィスク劇場は改修され、風切り映画館として通常の営業に戻った。これら会場はどちらもルイジアナ州北東部やアーカンソー州南東部から娯楽を求める家族連れを呼ぶようになっている。 2006年にスーパーウォルマートが開店し、ウェストキャロル軍は小売りの中心になった。今日でも農業は軍の主産業である。主要作物はトウモロコシ、米、綿花、サツマイモだが、最大の雇用主はウェストキャロル健康システム、ウェストキャロル教育委員会、ラフィンビルディングシステム及びウォルマートである。金融面では5つの銀行がある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は360平方マイルであり、このうち陸地359平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.26%である。ウェストキャロル軍追加は2010年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構成以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ウェストキャロル軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。4つの高校と5つの小学校があり、常に学業でもスポーツでも州内のトップクラスにある。軍内には30以上の宗教会派がある。ウェストキャロル裁判所軍法案官事務所はフルタイムの警察組織であり、常駐で17人の警官がいる。ありがとうございます。